川崎鶴見臨港バス浜川崎営業所。川崎鶴見臨港バス浜川崎営業所は、神奈川県川崎市川崎区交換通り5丁目3-23に所在する川崎鶴見臨港バスの営業所で、主に道区内のうち、大おむね新川通り以南の区域、及び横浜市鶴見区の東海道本線より、東側の区域の路線を担当する。営業所記号は H。 最寄り停留所は、浜川崎営業所、または JFE 前、営業所前の産業道路沿いに設置である。浜川崎営業所は、川崎鶴見臨港バスの中でも、最古の部類に入る営業所である。1924年、大正13年、大島自動車商会が、川崎駅と大島4近くの間に、川崎区内発のバスを走らせる。 路線は後に大島で延長され、現在の川23系統へと繋がっていく。その後、大島自動車商会は、川崎乗り合い自動車と名前を、改めて規模を拡大していくが、この川崎乗り合いの営業所こそが、浜川崎営業所の起源といえる。1937年、昭和12年12月、鶴見林行鉄道の軌道線が廃止され、バス転換される。 鶴見臨港はすでに直営バス部門、現、鶴見営業所を持っていたが、さらに規模が拡大するため新たに、バス専業の分子会社鶴見川崎臨港バスを設立する。翌1938年、昭和13年4月、鶴見川崎臨港バスと、川崎の利合は合併し、現在まで続く川崎鶴見臨港バスに社名を改める。この頃は、まだ、 川崎市が公営交通事業に参入しておらず、川崎区内のほとんどのバス路線を運行していた。陸上交通事業調整法による鉄道、バス事業者の強制統合が進む中でも、臨港バスは対象外と位置づけられ、他社と統合することなく終戦を迎えた。しかし、太平洋戦争の戦局悪化で、路線は次々と休止に追い込まれており、1944年、 昭和19年、川崎市はバス代替の意味も込めて路面電車事業への参入を決める。1945年、昭和20年4月15日の川崎大空襲で、川崎区内は壊滅的な被害を受け、川崎市電、臨港バス共に平常運行が不可能になった。市電は東京都や箱根登山鉄道から電車をもらい受けて何とか再開したが、 林光バスの運行再開は遅れた。そんな最中の1948年、昭和23年12月、東京急行電鉄、大東急が保有していた林光バス株が、独立したばかりの京浜急行電鉄に引き渡される。この時、林光バスの営業エリアと完全に被りながらも、開設時の経緯から、京浜電気鉄道、現、京浜急行に属していた。 川崎住宅船の処遇が問題となった。結局、京急側の意向もあって、最終的には、臨港バスが受け継ぎ、当営業所の入線標準幹線へと形を変える、後日、1954年、昭和29年12月、現在の交換通に営業所の新設が認可され、川崎鶴見臨港バス浜川崎営業所が正式に誕生した。 川崎駅東口より新川通り、交換通り、産業道路、京町通りを循環する路線である。川崎駅前京町富士電気前間が川28系統。川崎駅前から追い分け富士電気前間が川24系統となっている。循環便は富士電気前に到着時に川24交換循環線は川28に。 川28系統循環線は川24に系統番号が変わる。浜川崎営業所の主力路線で、交換循環線と京町循環線は、日中でも1時間に7本程度の運行時間によっては、追い分け経由、または京町経由浜川崎営業所止まりが追加される。川24系統の南町経由便は、第一京浜より東で、 芝須川40系統と同じく自然通りを経由する。浜川崎営業所担当の川崎駅前、発着路線の出入小便としての運行が多く、運行間隔や本数は不規則的で、60分以上運行間隔が開く、時間帯もある芝須川40系統の方が圧倒的に本数、乗客が多いが、こちらの方が所要時間が短い場合もある。 大栄川崎プロセスセンター発着便も少数設定されている。平日のラッシュ時は急行便も運行される。川26.29は川崎駅東口より新川通り、産業道路、ゴム通り等を循環する路線である。川29は基本的に川26の逆回りであるが、京愛路を通る関係上、カイズ上樹院前から 朝間前間の経路が異なる。循環便は、朝間前に到着時に、川26富士電気循環線は川29に、川29入線橋循環線は川26に、系統番号が変わる。川25は、川26.29の運行区間を、川崎駅前海塚富士電気前に短縮した路線である。川崎駅方面に途中にある、 小田踏切停留所は JR 南部支線川崎新町駅浜、川崎駅の間にある踏切で停留所が踏切すぐ目の前にある。現在はここに新たに小田久市駅が設置され、さらに交差点にも面しているが三角形の安全地帯があり、その中にバス停が立っている。川29系統は循環路線の他にも様々な支線を持つ。 ワイルドブルー横浜跡地に建設された大規模マンション横浜アイランドガーデンを結ぶ路線や JR 鶴見線新芝浦駅前に位置する東芝経に行きがある東芝経に行きは平日のみの運行で東芝経費運発が朝と夕方に1本ずつ川崎駅発は夕方に1本運行されるのみであるなお1日1本のみ 富士電気前発の入線橋経由川崎駅前駅が存在する。停留所は川28系統用の先の歩道強化のスペースにあるところから発車する。川27系統は大川町に乗り入れる唯一の路線バス。JR 鶴見線大川支線の運行本数が極端に少なく、特に日中時間帯は運行が全くないため、道路線が 大川町エリアへの交通の主力となっている。ただし日中は1時間に1本の運行である。大川町の区間、すなわち日清製粉前大川町南、大川町東大川町北日清製粉前の区間はループ状に運行しており、川崎駅を出発して大川町区間を循環して川崎駅に戻る便、川崎駅を出発して日清製粉前を通った後、 大川町を循環して、日清製粉前で終点になる便、日清製粉前から営業を開始して、大川町を循環して、日清製粉前を通った後、川崎駅前に向かう便の3種類がある。川崎駅前のバス停の時刻表に掲出されている、日清製粉前止まりは、上から2番目の便を表している。すなわち、大川町循環後に、 日清製粉前で終点になるという意味で、大川町は循環する。なお、日清製粉前から始発になる便も存在し、こちらも大川町内を循環して、日清製粉前を通り、川崎駅に向かうので大川町を循環する。基本的に、中型ノンステップ及びワンステップバスでの運行。平日朝ラッシュ時を除く。川崎駅東口から八丁縄手、京町、 足棒橋を経て、鶴見駅東口を結ぶ路線。途中、川崎駅前小田町丁目間は川28系統と、栄町公園鶴見駅東口間は、鶴霊宮系統と同一経路を通る。似たような路線に、新名町営業所所間の川50系統川崎、鶴見線がある。1時間に1から2本程度の運行で、本数は川50系統の方が多いものの、 所要時間的には、こちらの方が短い。方向膜の色は、黄色となっている。なお、鶴見駅東口からの終バス近くになると、京町三丁目止まり、京町三丁目から、入古階層が運行される。朝ラッシュの数本に限り、京町三丁目発川崎駅前駅が運行される。おそらく、営業所から、出古階層で、京町三丁目から、営業運行。 鶴見駅東口より、潮鶴橋通りを経由してふれゆ、横浜市の高齢者保養研修施設へ至る路線である。午前には、潮入り2丁目始発の上り便、午後には、潮入り2丁目止まりの下り便も設定される。沿線に点在する工場への通勤輸送や、同じく沿線にある、 横浜市立大学鶴見キャンパスへの通学輸送を担い、東京ガス環境エネルギー館が営業していた時期は、その来館アクセスも担っていた、2013年に閉館。フレイユが開業するまでは、東芝西タービンまでの路線であった。1995年に、横浜市環境事業局鶴見工場が完成すると、環境センター、現在のフレイユ停留所まで延伸され、 1996年7月のフレー油開業に際して終点の停留所もフレー油に解消されている。この時点では鶴見営業所が担当していたが、後に東営業所に移管されている。鶴見駅東口より、塩鶴橋通りゴム通り等を経由して、横浜アイランドガーデンへ至る路線である。なお、横浜市営バスも、同年4月5日付で行き先が、 同じ128系統を新設した、こちらは、向井町経由。現行ダイヤでは、終日1時間に2本、30分間隔での運行であるものの、川30の運行本数が1時間に2本、土休日は1本と少なくなっているため、それを補いつつ、使用する橋通り沿線の利便性を確保している路線と言える。車両は、中型車が使用されることが多くなっている。 川崎競馬場での競馬開催日のみ運行。臨港バス塩浜営業所、羽田京急バス、東京営業所と共同運行する。臨港バスの路線図には道路線の記載がないが、京浜急行バスの路線図には道路線が記載されている。ほか、両者とも、道路専用の案内表示が用意されている。川崎競輪場での競輪開催日のみ運行。臨港バス塩浜営業所、 川崎市バス塩浜営業所と共同運行する。臨港バス、川崎市バスともに、路線図には道路線の記載がないが、両社局とも、道路線用の案内表示が用意されている。鶴見区及び、神奈川区の臨海部に点在する、産業観光施設をめぐる路線で、特定期間の土曜日に運行される。2007年の夏休みに運行を開始した当時は、 正逆両方向の運行が行われたが、2008年の秋からは表記の経路のみとなった。運賃は200円、専用の1日乗車券は500円、いずれも小児半額だが、路線免許による運行ではないためバス共通カード、及びパスもは使用できない。主に、日のブルーリボンシティハイブリッドが収益。車内では、ボランティアガイドによる沿線の観光案内や、 地域の紹介が行われる。2011年は東日本大震災の影響で運休となり、2012年からは東京電力横浜火力発電消費経由、横浜火力発電所に併設されているとおりに、横浜が営業休止のためで運行を再開している。2010年には川崎市エリアでも産業観光巡回バスが春休みに運行され、川崎駅、 西口北バスターミナルを起点に、東芝科学館、夢見が、先動物公園、電気の資料館を巡った。川崎駅前と川崎病院を、ノンストップで運行する路線である、川崎市バス潮浜営業所との共同運行。約12分間隔、14から15時台は、川崎市バスのみ、運行のため、約24分間隔で平日のみの運行。 川崎病院への通院客や通勤客のほか近隣住民の利用も見られる。運賃は大人、小児とも100円。IC カードはバス利用特典サービス対象外。川崎市福祉経路上車証は利用可能。回数券、定期券は利用不可。臨行バスはワンコインバスのステッカーが貼られた専用車の 1H514 号車と 1H423 号車で運行されるが、検査時などに他の中型車が使用されることがある。2015年4月1日から、川崎病院線専属の EV バス、川崎スマート EV バス、東芝製、イ須ズエルガミオベースが配属され運行開始。これに伴い、潮浜営業所から路線移管された。以前は一部便を浜川崎が担当していたが、現在は、 全便塩浜営業所の所管となっている。塩浜営業所との共管路線だったが、2003年11月16日をもって、グリーンバス委託に伴い担当から外れ、塩浜の単独所管となった。川崎駅東口より、東京湾、アクアラインを経由して、木更津駅東口へ至る高速路線で、京浜急行バス、東京米サービス、小港鉄道、 日東交通との共同運行である。以前は、川崎市交通局も参画し、川崎袖ヶ浦駅線も運行されていた。横浜駅から東大喜島地区への通勤輸送を目的として運行されている路線。首都高速道路を走行するため、全運行が川崎木更津専用の高速用バスで運行。2009年からは増発便扱いで平日に、 ワンロマ車加わっていたが、ワンロマ車は2014年より通常は運用しなくなった。1927年、昭和2年に京浜電気鉄道が初の直営バス路線として開通させた川崎住宅線に源流を持つ路線で、1990年代まではこちらのルートがメインであった。川崎住宅線は京浜電鉄が東京急行電鉄、 大東急に合併された後、歩道なくして、太平洋戦争の選挙区悪化で休止となる。戦後、東急バス、川崎営業所が免許を維持したものの運行を復活させる余力が、生まれ景急行電鉄の分離独立を迎える。この時、営業所、川崎市小杉御店長から遠い、国鉄東海道線以南のバスは東急に残さない、方針で調整していたため、 川崎住宅線の免許は、京浜急行に引き渡れるが、京急は、自社直営での再開を見送った。これは発足直後に、朝野財閥から、京急グループ入りした臨港バスに、川崎市内の運行を任せる方針だったためと、言われる。そして川崎住宅線の後ろ身となる、道路線を開通させた臨港バスでは、八丁なあて駅から、川崎駅まで延伸して、 国鉄の理解を可能にした。八丁なあ期前及び下並木市場長官と京急線の踏切を二度渡っていたのがネックとなり、ラッシュ時には定時で運転できないことが多かった。しかし、第一京浜の拡幅工事が完成すると、ラッシュ時を中心に続々と第一京浜経由に変更され、最終的には平日のみ、運行の東芝京浜発着便のみが八丁なわてを、 経由していた。2004年4月1日をもって、八丁縄手経由で残っていた、東芝京浜発着便も南町第一京浜経由となり、下並木市場庁料停留所が廃止された。2001年8月に同施設の閉鎖と共に廃止された。現在運行している川崎駅、横浜アイランドガーデンの急行便はこのルートをほぼ踏襲している。 一般路線車は2008年までは日野車2007年からは三菱不走車をメインに導入している。1999年までは大型車はブルーリボンを導入していたが、翌年以降は中型長尺車レインボー HR10.5 メートルに切り替わり、大型車の導入はブルーリボン式ハイブリッド数台のみとなった。2007年からは導入メーカーを変更し、 従来、塩浜営業所に小水しか配置がなかった、三菱不走車の浜川崎営所への導入が開始され、日野車の導入は2008年で打ち切り、以降は、毎年三菱不走、エアロスター、PKG 第以降が増備されている、塩浜営業所の三菱不走車が2010年に、全廃後は、三菱不走製一般路線車は、浜川崎営業所のみの配置。 当初はワンステップ車のみで、エンジンは輪行バスには在籍車がない日産ディーゼル、ゲンとトラックスからの OEM 供給となっていたが、2009年からはエアロスターノンステップ車が輪行バスに初めて登場し、現在では原則として AT 車が選択されている。他に日の自動車製中型車レインボー RJ が在籍するレインボー HR は、 ノンスップ化の推進もあって2013年までに全社廃社。以前は高速路線車、貸切車として三菱不装、エアロバスやイスズガーラ、初代が在籍し、また、横浜東大城島専用に、イスズエルガの長尺ワンステップ車が高出力バージョンで導入されていたが、2011年4月の新名町、営業所以管と同時に高速路線車、貸切車は、 新名町営業所に転籍している。2015年には、川崎病院専用として、イスズエルガミオの EV バスが導入された。2017年に、川崎病院用で使用されていた 2H177 号車が、経年のため除籍され、新名町営業所より 1H423 号車のイスズエルガミオが移籍した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。